こんにちは、ワクワク内政のカツエです。皆さん、夏満喫しましたか？ワクワクした夏過ごせましたか？アニちゃん、俺さ、結果残すのに必死でトレーニングばっかしててさ、夏遊ぶの忘れてたんだよ。このままじゃよ、夏越せねえよな。冬切り替えれねえよな。はい、今回は夏を堪能しきれていないということで、今回は家で流し事をしようということで、今回は家で本格流しそうめんしていきます。ということで、竹取っていきましょう。まあ、ここのスタジオといったらこれでしょう。まあ、しっかりね、これがあるんで活用していきましょう。ということで、竹取っていきましょう。いや、もうということで、作業開始開始開始。はい、ということでね、この水が流れるためにね、ここを全部割っていかないといけないので、今回必要なものはこちらです。はい、ということでこれ、ここをね、切っていきます。はい、ということでこんな感じで、これを全部削っていきたいと思います。めっちゃある。はい、竹すべてを削り終えました。12月24日クリスマスイブでございます。さあ、行ってきました。まあ、俺的にも動画の季節感を合わせていきたいということで、まあ、アップロードした日には年を越しているので、今回流しそばそばで年越しそばを迎えたいと思います。ということで流していきましょう。あれ、後ろ後ろが、もうあ、でもいいかいいぞ。びちょびちょなってきてる。やばいな、これは。これなわけないよ。あ、いや、これっすよ。これ。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、ちゃんと体重かけない、全部。やばい。いける。あ、いけました。めっちゃ綺麗。今めっちゃ綺麗。次、え、これ畳を捨てようないですか？え、それはもうええよ。まあ、いや、なるとは思ったかもしれんけど、結構でしょ。こう絶対走ったら気をつけよう。これ骨折したから。気
気を取り直していきましょう。頑張ってよ、閉めるわ。さっきここでちょっと水の勢いがね、弱まったから、ちょっとガムテープの薬がついた水で、体温くなったなんかちょっと温まってきました。冷や汗かいてる。行きましょう、行くで。よーい。うん、おあ、これはいける。いいぞ、いいぞ、いってる、いってる、いってる。いいぞ、いいぞ。これ、よかいんだよ。もう漏れてます。ここもうここ漏れてます、ここ漏れてます、めっちゃめちゃになっちゃう。待って、ほんまに勝手に上がるかな。あ、あ、いた、いい、お、え、これじゃ完璧や、完璧や。水に、うん、水の勢いだ、全部いけてる、全部いけてる、大丈夫そうです。流すままにしよう、流すままにしましょう。流す、いきます。おお、来てる。ちょっと待ってくれよ。